人事評価クラウドとは、経営者、人事担当者の声から見えたその効果と実態。人事評価業務は個人の直近での目標と評価だけでなく、過去の評価など様々な情報を加味しながら行われるため、どうしても工数、コストがかかってしまいます。この動画では実際に人事評価業務をクラウド化した企業の声をまとめました。3分半ほどで解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。人事評価クラウドとは、人事評価クラウドとは人事評価に関するクラウドサービスのことです。社員情報の管理や人事評価制度の工数削減などを実現すると言われています。人事評価クラウドの特徴一例。評価業務の効率化。情報をウェブ上で見える化し、一元管理できます。あらゆる人事評価シートへの対応。運用に合わせてカスタマイズし、あらゆる評価シートの作成が可能です。また自由度の高い権限の設定も可能なので、多様な運用が実現できます。人事評価データの活用・分析。評点や合計評点など、評価の完了から査定までをスピーディーに行えます。評価プロセスを蓄積し、それをもとに分析することも可能です。人事評価制度の課題。人事評価制度の課題を聞いたところ、評価者により評価に差が出る、個人の等級などの時系列での管理が困難などといった課題が見られました。人事評価クラウドを検討する理由。人事評価クラウドの利用への興味・関心。興味・関心がある方の割合は 63.1% でした。人事評価クラウドを導入したい理由。評価シートの共有・閲覧がしやすくなることにより、不公平さを改善したい方が多いのかもしれません。人事評価クラウド導入による効果。人事評価制度に関する課題の解決や改善ができたかを聞いた結果、ほとんどの方が効果を感じているようです。人事評価クラウドの導入で改善・解決できたこと。クラウド化することにより、人事評価の公平性の実現、工数削減の両軸で効果を発揮することが分かります。人事評価もクラウド化の時代へ。人事評価クラウドに移行した企業は、人事評価業務の効率化ができているようです。まだ導入されていない方は、人事評価クラウドの導入を検討してみてはいかがでしょうか。動画下の記事では、実際に人事評価業務をクラウド化した企業の声をより詳しく解説しています。また記事下より、おすすめのお役立ち資料を無料でダウンロードできますので、経営者や管理者、人事担当者はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。